ですけど、また解禁されると思うので、その時はぜひぜひよろしくお願いします。可愛い衣装も着て、可愛いヘアメイクをやってもらいました。目が綺麗、そうなんですよ。なんかめっちゃ丁寧にやってもらったんだけど、でももうお昼ぐらいに撮影終わったから結構もう落ちてるかも今日はね、すごい偶然があって、なんかね、渋谷から山手線に乗ったんですよ。帰ろうって思って、広島帰ろうって思って、でもなんて言ったらいいんですかね、こう新幹線の時間は決まってなかったから、適当に仕事が終わっていろいろしてこの時間に帰ろうって思って山手線に乗ったんですよ。品川まで行こうと思って、で乗った瞬間になんか見たことあるなって思った人がいて、そしたらみつさんと葵さんに会ったんですよ。野生の葵さんとみつさんに会って、へーって言って、すごくないですか、お互い待ち合わせてないのに、お互い新幹線の時間も違ったんですよ。なのにあの人の多い山手線で遭遇するっていう、マジで運命だと思ったしかもみつさんたちは人が多いから一回遅らせたらしいんですよね、一本。そしたら一本遅らせたおかげで私と出会うっていうめっちゃ素晴らしい事態が起きてて、なんかね嬉しかったです。なんかそれまではただ帰るだけだったんですけど、広島に、渋谷でみちゅあおいさんに会うっていう。で帰ってきて、さっきまであおいさんと一緒にご飯食べてて、二人でで帰ってきました。結構お腹いっぱいになっちゃったな。お寿司食べ行ってきたんですけど、なんか話とかが弾んじゃってちょっと長くなった長くなった、もうお腹パンパンで今帰ってきました。うん、お寿司いいな。お寿司食べてきました。今日は事務所の人ともね、今日は事務所のお仕事があって、事務所のお仕事してきて撮影してきたんですけど、その後なんか自分のそのこれからお世話になるスタッフさんの皆さんとご飯に行ってきたんですよ。でなんか本当にもうなんかすごいこうタレントとか演者をなんかすごい大切にしてくださる現場だなってすごい思って、まあいろんなんかありがたかったですね。これからお世話になるんですけど、ディープスキルの方々には。そうなんです、楽しかったです。なんかマジでよくわかんない、どうやってルーをかければいいのかよくわかんないカレーを頼んだんですけど、その動画も撮ったんでどっかに載せますファンクラブぐらいに載せますだからなんやかんで、その帰りにみつさんと葵さんに遭遇したんですよ。びっくりだよね、本当に本当にびっくり。まあね、皆さんにはねいいお知らせとかもね、また、まあ、今日のお仕事もそうだけど、また今後もできると思うので、楽しみに待っていただけたらいいなと思いますかけ方のわからないユウトは、いやマジでわかんないんですよ。それはね動画を見たらわかるんですけど解禁楽しみ、楽しみに。今日も京都でそんなに東京観光せずにもう即帰ってきました。昼にはあ広島帰ろうって思って帰っちゃいました。やっぱ安心しますね、広島が行っちゃう、広島帰って即ご飯屋さん行くぐらいには好きですね。というわけで、マジ帰ってきてその葵さんとご飯行ってからそんなに今時間経ってなくて、
20分ぐらいしか経ってないんですよね。だからもうお腹パンパン。よいしょ。まあ、なんですけど、まあ家に帰っても暇だなということでショールームを始めております。パジャマには着替えました。ちょっとしんどかったんで。うん。渋谷だと AKB がイベントしてた。嘘。分かんなかったな。無料イベントだったのかな。なんかね、見てください。このさ、アロマキャンドルめっちゃ使ってたんやけどさ、寝ぼけてさ、寝ぼけながら火消したらさ、この火消すやつとさ、ロウが固まっちゃってさ、取れなくなっちゃったんですよ。これどうしたらいいですかね。固まっちゃったんですよね。今これピンチ。もう一回溶かしたらいいのかな。でもさ、火つけてもさ、消えそうじゃないですか。こんな感じだったらさ、マジで耐久性すごいんですよ、ほら。なんか芸術作品みたいになってる。寝ぼけて、あ、火消さなきゃって思って消した、この消す機械をそのまんまにしてて、こうなっちゃったんですよね。これいい匂いでね、いっぱい使ってました。でもまだアロマキャンドル、あ、取れた。取れました。これすごい、めっちゃついてるけど、ロウがめっちゃいい匂いする。お風呂の匂いがする。あ、取れた。最近はね、アロマキャンドルを焚きながら寝ることにハマってます。もうこれ使い切るかも。あと本当にこんだけつけよう。灯したいと思います。マジでいい匂いなんですよ。おしゃれな女だな。せやろ、最近ずっとつけてる。これでもなんかアロマキャンドルをなんか死ぬほどいただいたのもあります。いい匂い。ここら辺に置いとこう。最近もう電気いらないんじゃないかって思うぐらい丁寧な暮らし。アロマキャンドルだけでやっていけるんじゃないか。いい匂いをさせながらいます。プレゼントした人も喜んでるね。喜んでくれてるかな。でも本当にありがたい。なんか皆さんのセンスがね、良くてね、ありがとうございます。この間プレゼント取り行きました。お手紙とありがとうございます。最近ちょっとプレゼント取り行く頻度が高いので、皆さんのなんかくださったやつ結構すぐに受け取ってます。ありがとうございます。クマありがとうございます。フォークさん、クマありがとう。卒業までに送ります。ありがとう。ただね、なんか値段オーバーしてる人とかね、やっぱりいるんで、そういう方のはね受け取れないんでね、お気をつけください。結構ねちょっとシビアかも。値段オーバーとかなんか規約違反みたいなやつは結構届かないことが多いので、うん、気をつけてください。1万円超えたら NG になっちゃいます。なので、ね、いただけないっていうのが分かるんですよ、こっちにも。まあ、分からない場合もあるんですけど、うん、卒業後はどこに送るの。卒業後は今の入ってる事務所とかに、はい、送っていただけたら受け取ります。そうなんですよ。この間もね、服ね、なんか送ってくださったみたいなんだけど、なんか超えてたらしくて、なんか受け取れませんって言われて、何を送ってくれてたのかめっちゃ気になるんだけど、受け取れないみたいなので
お気をつけください。ありがとうございます。着れるやつは皆さんがそのまま着ていただけたらありがたいです。そうなんです、もったいない。え、そうだよね、せっかく送ってくれたのにっていう気持ちはあるんですけど。移籍した事務所も上限1万円なの？いや多分上限はないんじゃないかな。生物とかは NG だったような気がするけど、どうだったかな、ちょっとあんまり詳しく見てないんですよね。多分、うん、多分値段の上限はなかった気がするか。生物と大きさとかだったかな、あるとしたら。そういう感じだった気がします。うん、米大量に送りたい。私米炊かないんで私は自炊を、いやするかな、どうだろう、しな、うーん私米炊かない。想像してみてください、私があのこうやってシャカシャカ米を研いでる姿を。めっちゃ愛おしいだろうけど、シャカシャカしないのよ私。家庭科の授業以来してないんですよ、シャカシャカ。ピンピンピンス、ボンボンボンって。無洗米、あ、無洗無洗米ね。私一回ね、お米に虫が出てきたのが結構トラウマなんだよね。なんか米使ってなさすぎて、久しぶりに米炊こうと思ったら虫が出てきたのが結構トラウマで、そっからあんまり自分でお米を炊いてないんですよね。今の家は炊飯器もない。昔はあったんだけど、もうレトルトになっちゃいました。今炊飯器を持ってないんです。炊かないだろうなって思って。うん、そうそうそう、マジ最近自炊してなさすぎてやばい。多分もう1年以上は自炊してないんじゃないかな。しようかなって思った時もあったんだけど、結局してないですね。佐藤のご飯送らなきゃ食品 NG だって言ってるだろう、食品 NG だって言ってるだろう。いやでも佐藤のご飯届いたらめっちゃ嬉しいよ佐藤のご飯さえあればもう何でもできますからね。同じ経験したことある。少数買って冷蔵庫に保存が正解だってさ、お米。あ、冷蔵庫に保存でいいんだ。冷蔵庫に保存して虫がいなくなるならね、万々歳ですよね。食品サンプル送ります。まあ、食品サンプルマジで見てたらお腹すくからダメだよ。見てたらお腹すくから。ダメダメダメ。よくないよくない。うん、集めてるものあるの？集めてるもの？ないよ。え？何何？収集癖みたいな？ないかな？あるかな？なんだろう。なんかあんまり最近こう物欲ってものがなくて、ないな。アクスタ、アクスタ集めてないアクスタアニメとかのかな。いや最近ねあんま飾ってないんだよね。欲しいものないの？え、ない。物欲がない。服とかかな。服とかはでも自分で買うからな。ミニマリストなの？ミニマリストじゃないけど、なんか前まではめっちゃやる気があって
家とかめっちゃこうおしゃれにしようっていう願望が強かったんですよ。だからなんか空いてる時間があればなんか家具とかなんていうんですかね、なんていうのこう家具なんか置物みたいな見るみたいな感じだけど、最近はなんかあんまり家に無頓着になってきたかも。ブルーロックのアクスタ、ブルーロック最近ねあんまりねちょっと流行りが収まってきた。今アニメとかよりどっちかって言ったらドラマとかの方がよく見てるかも。うん、最近はね TVer とかネットフリとかをよく見てますね。前まで D アニメストアだったんだけど、うん、そうなんだよね、自分でもびっくりなんか結構メンバーがおすすめしてくれるのがドラマとかが多くて、もうおすすめしてくれてるのは見ようって思って見てて、うん、っていうのが多いな。今日も葵さんからいくつか教えてもらってこれが面白かったみたいな、それがネットフリ限定とかだったんで見ようかなみたいな。2次元から3次元に、え、そうなんよ。私結構ねドラマとか映画とかが苦手なタイプだったんですよ。アニメって25分で終わるんですけど、ドラマってだいたい45分とか結構長いから集中力があんまり持たなかったんですけど、まあ、25分のドラマもあるっちゃあるし、まあ映画とかももう本当にもう無の気持ちでこう携帯の前で iPad とか携帯みたいなこれ輪ゴムなんか置いてもうずっとこう見てたら意外と見れることに気づいて、自分の集中力が意外とあるってことに気づいてから見るようになりました。面白い。乃木明子さんの脚本のやつが結構好きでいろいろ見てます。今日はこの後は葵さんがさっき教えてくれたやつを見ようかなと思います。何だったっけな、でもネットフリ限定だった気がする最近は見てます。なんかちょっとショールームでね話すときね手遊びしちゃうんですよ。なんか輪ゴムあったからちょっとこうやって動いちゃう、うん、輪ゴムをなんかマジックしそうな感じするけど何もしません。あやとりしそうな勢いやけど、セプトみたいに舞台もいいよね。うん、舞台もねいいね。舞台となんかドラマとか映画って全くこう違うように見えるけど、どっちも違って良さがあるよね。あやとりして、いや私あやとりできないんですよ。てかこれゴムでできるもんなの？結構伸びがあんま良くないけど、これ何の輪ゴムなんだけど、なんか気づいたら机の上に置いてあったんですよね。ちょっとなんかこのまま使い続けたら怖いから机の上に置いておきます。ごめんなさいね、私話すとき結構手がね動いちゃうからね、普通にショールームとかの時はハンドスピナーとかを持ちながら皆さんに気づかれないようにこの辺でこうやりながら話してるんですよ。なんかね動きやすいんだよね。ちょっと今日は上品にお膝の上に置いておきたいと思いますちょっと手が動かないように膝の上に置いておきたいと思いますハンドスピナー、そうハンドスピナー、なんかハンドスピナーとかなんかこういうやつじゃなくて、わかる？ハンドスピナーってさ、こういうやつじゃないですか。こういうやつじゃなくて、なんかね、机に置いて、こうやってなんか回すタイプのハンドスピナーもあって、プレゼントでもらった。なんか私、謎にハンドスピナーを一時めっちゃもらうっていう時期があって、その時期にもらったハンドスピナーとかを、なんか配信中とかによくやってます。なんかね、手の収まりどころが見つかるんよね。いや普通だったらショールームとかさしてなかったらさスマホ持ってるから手って動かないんだけど、ショールームの時はスマホをあのカメラ代わりにしてるから手がめっちゃ開くんですよね。その時なんかあ暇だって思って、なんか手が動く
のが気になって、自分の中でハンドスピナーしてますね。もうマグロみたいな感じ、マグロじゃない、逆サメ、動き続けるみたいなもう本当に手が絶対動いてるみたいな感じ、何もしてなかった。なのでちょっと今日は膝の上に手を置いて回遊魚、本当よ、キャパシティよ、キャパシティ。テレレテレレレレレレ。ハンドスピナーいいよ。なんか別に楽しいとかそんなに思うわけじゃないけど、永遠にやってる、ずっとおすすめです。なんか多分癒し効果とかもあると思うのでおすすめです。キャパ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 シティ。ペン回しできる？え、できない。ペンあるよ多分。ペン回しマジでできない。ペン回しのやり方ってさ、教わらないか分かんないんだよね。どことどこの指で持つの。まずこれは可愛いハチワレちゃんのペンです。こうさ、人差し指とさ中指で持つのかなって思うじゃないですか。私の中のペン回しの、できないけどペン回しのやり方ね、まず皆さん違ったら教えてくださいね。人差し指と中指で挟みます。でこう持つじゃないですか、こういう感じで持つじゃないですか。でこっち側に回すんですよね。で回すと同時に親指をかけて、え、絶対合ってないよねこれ。だって早くできないもんね、こういう感じかなって思ってなんか使うのは中指と人差し指と親指かなって思ってるんやけど、ちょっともう一回見てください、ゆっくり。でもこれじゃあのなんかよく言うビュンビュンみたいなできないですよね。こういう感じかなって思ってました。これを早くできる人がペン回しのなんか達人なのかなって思ってるんですけど、そうでもない。え、親指って使わないんですかね。なんか親指ってこうペンを加速させる、こうやって加速させる役割があるのかなって思って。最初は薬指と中指、あ、こっちなんや。私人差し指と中指かと思ってた。薬指と中指なんや。こうか。あ、むず。薬指と中指にまず挟みます。回転させて中指と差し指、え、あ、こういうことね、こういうことね。ちょっと待って、ゆっくりやろう。はいはい、薬指と中指ね。で回転させて人差し指と中指で回転させてまた薬指、こういうこと。え、でもなんか親指めっちゃ邪魔なんだけど。こうやって挟んで薬指と中指で回転させて親指で人差し指と中指に行く、そういうことで親指で、え、むずいむずいむずい、絶対違うよね。中指を内側に曲げる。あ、待って、こう薬指と中指あります、中指を曲げます、でどうする、どうする、ちょっとその先教えて。まず薬指と中指を挟みます、中指を曲げます。はい、曲げました。そしてこれはどこに行くんですか。多分皆さん今ね、画面の向こうでペンを持ってやっている人もいることでしょう。でこのまま多分こっちに回すとして、どうしたらいいの。中指と薬指の後弾いて人差し指にぶつける。だから弾いて人差し指にぶつけて、
そのままそのままどこに行く、こいつはどこに行く、むずいマジで。なんか習得しなくてもいいけど、なんかできる人がいる手前やりたい。小指と薬指で挟むやり方楽。小指と薬指どこに行くん、このまま、これはこっち。なんか私の癖なのかな、絶対人差し指に回しちゃおうとするんだよね。人差し指に収まる。めっちゃ難しくない？これをさ、ピョンピョンってできる人めっちゃすごいよね。すごいっていうか、すごくはないんだろうけど、ちょっとすごいなって思う。まあこんなんできるようになったところでなんですけど、まあできるようになりたいのがお希望なのでね、ちょっと YouTube で後で見てみたいと思います。ハチワレちゃん、終わります。ハチワレちゃん、うん、思わぬペン回しトークなっちゃいました。親指と中指で挟んで人差し指でペンの頭を持って親指に回すの良くなってる。難しい、結構難しいよね。ちいかわ追ってますよ、漫画もアニメも。ちょっとハチワレちゃんが声変わりをし始めてて成長を感じる。うわわうわ、あきちゃん事務所所属の他のタレントさんとはもう会ったりした？全然会ってないんですよね。私が会ってるのはもうマネージャーさんとかスタッフさん周りしか会ったことないんですよね。いつか会う機会があるのかな。会いそうな感じはしますけどね。まだ会ったことないです。小宮山遥さんとか同じ事務所なんですけどね。特技ペン回しって書けるようになるといいね。特技に書くぐらいの人はもうめちゃくちゃすごいよ。明日レッスンが朝だけなんで、なんか朝昼以降暇だなって思って、何かなんかしに行こうかなと思うんですけど、何しに行こうかな。なんか予定をあんまり家でダラダラしたくないなって思って、予定を決めようかなって思うんですけど、でも多分当日の私は、あ、家でダラダラしたいってなっちゃうんですよね。何する予定？なんかネイルしたいなっていう気持ちがすごい今あって、ちょうど今週かな、もうちょっとしたら3月17日にドラさんのイベントがあるんですよ。でも派手じゃないけど、なんかこうワンカラーのなんかピンクとか、なんか薄いね、なんかツヤツヤにしたいなって思ったんですけど、でもめっちゃだるくなりそう。うん、行こうか寝るかか、うん、なんかあるかな、なんかしたいこと。1万歩歩いてみませんか。私歩くの好きよ、結構急いでなかったら全然歩く。そう、なんか爪、なんか今まで全然なんていうんですかね、こう透明の保護するやつ、爪保護ネイルしかやったことなくて、でもまあなんか
せっかくだからやってみようかなって。男には分からん世界だけど、ネイルって時間かかるの。なんか今はマニキュア塗ってるんですよ。でマニキュアってこうセルフでできるし、もう時間もなんか爪の形とかもそのまま、切った爪そのまんまなんで、あんまり時間がかかんないんですけど、ネイルはなんかつけるんですよね。つけ爪して、その上から塗るから、めっちゃこう形が綺麗な、なんかちょっとなんていうんですかね、長めのこう整った形になるんですよね。だからちょっと時間がかかるっていう、なんかネイルしたい気持ちもすごいある、イベントがあるならって思って。まあさすがにデコデコしたらね、衣装と釣り合わないかなと思うんで、ワンカラー、一色だけのカラーかなって思うんですけど、最近だからちょっとね、インスタでネイル見るのハマってるうん、なんかあんま今までネイルにしたことないんですよ、人生で一回も。高校の時もネイル、まあもちろんしちゃダメだったし、夏休みとかもしたことなくて。そうなんですよ。まあでもせっかくならイベントあるならね、やろうかなって。お話し会も来月かな、来月やない、あの来週かな、あるし、やろうかなって思ったんだけど迷う。なんか爪って誰か見るかなっていう気持ちと爪誰か見るっていう気持ちと、いや、みんなの前で可愛い爪でいたいっていう気持ちと、なんか2つある。マツパはいかが。私まつげ癖が強くて、マツパしちゃったら落ちかけん時が一番癖っ気になるんで、 やらないんですよね。まつげ癖っ気なんです。いろんな方向に行っちゃう。見るよ。本当に今月言うて、お話し会とドラさんのとか、あのスペサポのイベントしかないけど、それでも見てくれますか。見てくれるならやりに行くけど、まあ、やりに行くけど、見てくれないならやりに行かない見てくれるならやりに行くけど、どうなんどうなんとか言ったら、そりゃみんなはね、見るよって言ってくれると思うけど、可愛いって褒めたい。優しい。褒めてあげるとかじゃなくてさ、褒めたいって言ってくれるのなんかめっちゃ優しいよね。ありがとう今までね、一回もやったことないからね、やってみたいんだよね。じゃあちょっと元気があれば爪を綺麗にしていきたいと思います。元気があれば元気があればうん、駅前公園お見送りやる。お駅前公園お見送りやります。4月7日もうすぐチケット受付始まると思う、お楽しみに。眠くなってきた。最近っていうか、ここ数日がめっちゃ眠くて、なんかあんまり、なんていうんですかね、朝が早くて夜、なんか夜寝るのも遅いから、あんまり眠れない日々が続いてて、今日メイクされる途中めっちゃ眠くなって、なんかさ、メイクする時ってそんな目バッチリ開けてるのってあんまないんですよ。開けなきゃいけないけど、あんまないんですよ。だからなんか下向いてとか言われるんですよね、マスカラする時とかで。こうやって下向いてたら、下向かなきゃいけない、目線は下にしなきゃいけないのに、眠すぎて黒目が上に行こうとするんですよもう恐怖映像になってました今日。だから今日眠い。新幹線でもめっちゃ寝てた。下向いて、そのままこう開けてって言われた。
あ、すいません、すいません、今日撮影あったんですけど、撮影のチームみんな若くてびっくりやった。メイクさんとかも22歳とか、衣装さんとかも28とかで、でカメラマンさんとかももうなんかみんな26とかで、なんか自分と同い年ぐらいの人とかがさ、し自分の年下とかがさ、なんかこういう現場とかでさバリバリ働いてるの見たらさ、なんかちょっとさ、自分がなんか自分の不甲斐なさになんかね悲しくなる。なんか私は何もさ、こう手に職っていうかわかる、なんかこう技術をさ身につけてないのにさ、バリバリこう若いさ人たちが、同い年が働いてたらすごいなって思いますね。めっちゃすごくない？うん、でメイクさん22歳ってすごくない？22歳ってもうなんかいろいろ終わってるんやね、専門的なやつとかって。もう働けるんだみたいな。マネージャーさんが年下だったり、マネージャーさんはいっぱいいるんですけど、でも ST もねマネージャーさん若いんだよね。一番上でも何歳だろう、若い気がするな。30代とかじゃないかな、まあ、40かな、前半とか。うん、STU に限らずみんな若いのかなって思ったり。 STU だってあのお決まりのなんて言うんですかね、あの公演とか、こう普段の STU の公演とかのなんて言うんですか、興行部っていうのかな、なんかライブとかを主に担当してるスタッフさん、私と同い年だからマジですごいなって。なんか入ってきたのは私より後だったけど、なんかまず私と同い年のアイドルと同い年のスタッフさんが入ってくるっていうのがなんかすごいっていうか、なんか自分の中でこうね、自分と同い年はなんかあんま働いてるイメージがなかったから、もっとこう上の人たち だと思ってたから。そうなんですよね、すごいなって思いますね。まあ、だからねすごい話が伝わりやすいっていうのがあるんですけどね。今度の事務所はどうなん？今入ってるディープスキルも若いです、みんな。今ついてきてくださってるマネージャーさんが、今日は3人だったんですけど、そのうちの1人が大学3年生インターン中で、めっちゃ若いんですよ、20、21とか。でもめっちゃしっかりしてて、もうなんか自分の方が世間知らずっていうか、もうその子の方がもうテキパキしてるっていうか、なんか気も利くし挨拶回りとかもなんかすごいね、マネージメントに進む人ってなんか若い時からしっかりしてるんだなって思いますね。うん、めちゃくちゃねなんか刺激になるっていうか、なんかもう不甲斐なく感じる自分がねもはやなんか自分がもうオキちゃんの中でスタッフさんイコール大人が強いのかな。いやそうかも、うん、とてもそうかもね。なんか入った時がそういう感じだったのもあるけど、やっぱ徐々に若手社員みたいな方はどっかからも入ってくるし、そうなった時に自分と同い年ってことは普通にあるっていう、まあ、自分が逆にアイドルとしてちょっと遅咲きなのもあるのかもしれないけど、なんか不思議な感覚ですよね。うん、いや自分がもしマネージメントの仕事やってたらどういう感じだったんだろうってなる楽しそうですけどね、楽しそうっていうかなんかやりがいがありそうだなって思いますけどねだからなんか自分もなんて言うんですかね、もっと頑張らなきゃなって思いますね。これから年下に寝坊怒られるかもね。最近寝坊しないんですよ、だから
マジでアラームの量がやばい前もやばかったけど、なんか本当に過去一になってる。あと朝早い日はショールームを早めに終わらせてる12時までやってたら絶対寝坊するんですよ。だから最近はね、本当に朝早い日は11時半ぐらいに終わらせてる。まあその前にね、配信しなきゃいいじゃんって感じなんですけどね、なんかしてしまうんですよね、うん、最近でも減った最近あれだもん、なんかもうイヤホンから聞こえるアラームとかやってる。イヤホンつけてもうなんかイヤホンから流れてくる。あれめっちゃいい。新幹線でも乗り過ごさないし、めちゃくちゃいい。もううるさい、なんか耳のすぐ横がでうるさいからおすすめですまあ寝るときイヤホンするのがしんどいって人はちょっとあれだけど、はい。寝てる間に落ちちゃわない。あの、私 AirPods 最近フィットしてるんですよね。前までよく落としてたけど、まいちゃんがさ、アップルのヘッドホン買っててさ、私もヘッドホンにめっちゃ憧れあるんよね。ヘッドホン買おうか迷う、めっちゃ。でもさ、ヘッドホンの一番の懸念点って髪が崩れないかが心配なんですよね。でもさ、ヘッドホンしてたらさ、なんかさおしゃれそうじゃないですか勝手におしゃれそうじゃないですか。迷いますね。なんか STU 結構ヘッドホン女子も徐々に増えてきてるんですよ。でもエアポッツ勢もう半分ぐらいいて、で少数派になってきるけど優先勢もまあまあいるんですよね。私は優先はもうショールームのカラオケでしか使ってないんですけど、最近はあとイヤホンをなくした時、私は今はアンカーのイヤホンと、AirPods をなんか気分によって使ってるって感じなんですけど、ヘッドホンだけ使ったことないんですよね。買ったことはあるけど結局使わずにみたいな。なんかショールームのためになんかマイク付きヘッドホンみたいな買ったことあるけど結局使わずにそのままおさらばするってこともあったけど、ヘッドホンいいのかね、どうなんやろうな。結構多い STU ヘッドホン女子、ココアさん、千穂さん、舞ちゃん、まひなさん、葵さん、みちゅさんとか、めっちゃいけちゃんとか、なんかこう考えたら歌が上手い人ほど歌が上手い人ほどなんかイヤホン勢が多い気がするんですよね。ヘッドホン買うならどこの、いや私ヘッドホンめっちゃ詳しくないんですよね。全然なんかあんま何がいいのかもちょっとよく分かってないんですよね。ただおしゃれじゃないかで見てるんだけどでもさ、ここが隠れるってことはさ、めっちゃ良さそうだよね。なんかノイキャンどころじゃなさそう、イメージ。うん、冬にはいい寒さ対策ドイツのゼンハイザーがおすすめ。ゼンハイザー初めて聞いた。めっちゃなんか聞こえない音とか聞こえそうなんか音質良すぎて。
だからねヘッドホン欲しいけどね迷います。帽子かぶるからさ、帽子にヘッドホンかと思う気持ちもあるんよね。でもみんなやってるからな。ゼンハイザー上級者。ゼンハイザーってまず何なん？そっからなんだけど、私のヘッドホン知識がなさすぎて、まずそっからなんですけど、どういうこと？何ゼンハイザーって？マイクの会社？メーカー名なんだ。やば、私音楽に携わってるものなのに音楽の知識が乏しすぎて、自分が普段使ってるマイクの会社とかも分かってないからな。今度見てみようまあ会場によって違うと思うけど、ちょっと見てみます。「ゼンハイザーは耳のそばにオーケストラが来たみたいに」。え、めっちゃいい音質じゃないですか。あのね、私アンカーのねイヤホン使ってるんですけど、アンカーのイヤホンね、なんかアプリ入れてアプリで調節するみたいな感じなんですけど、イコライザーとかめっちゃいいよ。なんかねクラブ風とかオーケストラ風とかベースだけを強調するとか、なんかいろいろできますよ。おすすめおすすめ。結構良かった。安いのに良かった多分1万、え、何円だったかな、忘れちゃったけど、行くか行かないかか3000円ぐらいか、そんぐらいだった気がする。アンカーは良かった、なんかいろいろできた。今はエアポッツずっと使ってるんですけど、アンカーのヘッドホンもいいよ。アンカーのヘッドホンもね気になる。100均の使ってる。いや100均でもね意外にいいよね、すごい。私オンラインお話し会のイヤホン100均の使ってるけど、めっちゃ聞こえやすいもん。マジで100均すごい。すごいよね。企業努力を感じます多分500円ぐらいはしそうだけど、100均でも。100均の300円のやつ使ってる。で100均でさ300円とか500円とかさ1000円とかあったらさ、ちょっと躊躇するよね。なんか他のお店でさそれが1000円で売られてたらさ、ちょっと破格の値段だけど、なんか1000円とかで言ってたら高っと思ってしまう。で私100均巡りめっちゃ好きなんですよね。特にダイソー、マジで広島のダイソー行くの大好きね。何買ってるって言われたら難しいんだけど、何買ってるだろう。心理学ありそうだね。ね、確かにね、こういうのが売れる配置とかありそう。何買ってるかな。でもゴミ袋は絶対ダイソーで買ってるでももっとなんかおしゃれなやつ。ダイソーって広島の企業。あ、そうなの。なんかキッチン用品とかダイソーで買うの好きなのね。お皿のクオリティ高い、箸とかスプーンとかいやいいですね100均で電池買ってるペンライト用皆さんのおたかつにも役に立ってるようで何よりです。ダイソー結構おたかつ用品とかありますもんね。ダイソーっていうか100均、アクスタ用のなんか置物立てみたいなとかね
金うちわ作ろうかな。ぜひ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 おたかつに使ってくださいませ。うん、じゃああと5分4分ぐらいしたら壇上を読みたいと思います。意外と今日も早く終わりそう。そして私のこのアロマキャンドル、なんか今日中に使い終わりそうなんだけど、どう思う？結構もう終わりかけてるよね。私アロマキャンドル使い終わるの初めてなんだけど、マジでもうね、実質こんだけしかない。もうね、ガラスの底が見えてきてる。これってさ、なんかガラスなんかに再利用するべき。ペン立てとかにしようか、かわいいし。最近アロマ焚いてるんでね。溶けたろうはどこに行くんや、また固まるんやで火ってどうやってつけてるの？若干でもまだまだ家にはね、一生分のアロマキャンドルがありますので、また火つけます。ありがとう。なんかアロマキャンドルあんまり使わないからちょっと新鮮で嬉しいです。ありがとう。蒸発してどこに行くんだろう。えこの辺待ってる。うん、マジでめっちゃある。なんか寝る気がないの、眠くないのあんまり。メイクが可愛すぎて落としたくないんですよ今日。どうしよう、ちょっとご飯食べたからリップ落ちてるけど、もう風呂入りたくない。でも入らなきゃダメなんだ。実際に見てほしい、肌がめっちゃ綺麗なんですよ。メイクで伝わらん、ショールームじゃ。肌がめっちゃツヤツヤなんですよ、もうトゥルトゥルの。今日のベースメイクがすごくて、なのに伝わらなくて悲しい。ピュン、スクショ撮っていい？いいよ。記念、記念ね。そしてマシュマロイベントもあったんですけど、ありがとうございました。明日まで、明日までか。無事にパックもゲッツできることができましたすごい、3月始まってからすごいうるさかったと思うんですけど、ありがとうございました。どうも。なんかゲッツできたらしい、どこで見るんか分かんなかったんだけどゲッツできました。サンキュー。ヨギボーは届かなさそう。ヨギボーはあれよ、1位の人だけよ、無理よ。ヨギボーは、ヨギボーはちょっと欲しいけどね。まあ、ヨギボーは自分で買うわヨギボー、ヨギボー緑以外もあるのかな。お部屋に緑、なかなか個性強め。テロップにポイント出てる、あのさっき出てたよね、ちょっと見てなかった、うん、ありがとうございますあ、そう、ヨギボーで、そうだ、最初に言ってたこと思い出した、忘れてた。なんかヨギボーをもらって、それにアニメイトコラボの抱き枕カバーをつけて、オギボーなんだっけ、ヨギボー、ヨギポー、オギボーどっちだっけ、なんか作ろうって言ってた、思い出した。そうだ、その計画があったんだ。なんかオギボー、オギポー、オギボー、オギボーだなんだっけ、名前忘れたけど、多分オギボーかな、オギボーか忘れたんだけど、それを作ろうとしてたんだ。ちょっとさすがにやめとこうオギボー。
そうヨギボーに入れて、オキポの枕カバーを入れてオギボーにしようっていう計画そうだ、いい計画だったのにね、ね、成功してたらちょっと面白かったよね。それでさ、ヨギボー届いてさ、オギボーですって言いたかった言いたかった気持ちもあるけど、なんか普通にヨギボー買えばできそうだなうん、イベントでやらずとも私がヨギボー買えば。でも私ね、もうすでにね抱き枕あるんだよね家に。まあそんなどうでもいいことは置いといてじゃあそろそろ男女読みたいと思います。13位星さん、12位エリオさん、11位トマトポさん、10位白熊さん、9位ササックさん、8位師匠さん、7位ジェリーさん、6位マッカさん、5位が Z さん、4位がテリーピーさんでした。13位回まで皆さんありがとうございます。サンキュー。そして3位が北さん、2位が虫男さん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。サンキュー。今日見てくださってありがとうございました。大した話はしてないですけど、なんかもう覚えてるのがペン回しとね、なんかオギボーの話になっちゃったけど、今日見てくださってありがとうございました。もう多分会える機会が今月何気にそんなない。なんか私今日までがめっちゃ忙しくて、3月はで、これ以降がほぼレッスンとかばっかりで、イベントとかがあんまないのかな。イベント3月17とお話し会ぐらいで、会える機会がちょっと少なくなるのかななんですけど、まあ、配信とかもやると思うので皆さんぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。今日ちょっとメール送れなくてごめんなさい。忙しくて。明日送りたいと思います。この後はちょっとインスタのコメントとかをいいねしに行きたいと思いますので、よかったらコメントぜひお待ちしてます。突然のビンタをされつつ。それではそろそろ終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。ありがとうございましたおやすみなさい。本当にありがとう、見てくれて。バイバイやで。マシュマロとかギフトもありがとうございました。コメントもバイバイ。おやすみ、おやすみ。バイバイ。これ結構時間あるからね。あと30秒ぐらいあるんじゃない？バイバイ。